アメリカ海兵隊 F-35B 戦闘機が、嘉手納基地にて牽引中に、前脚が折れるという情報をキャッチしました。今回は、この F-35B 前、脚損傷と嘉手納基地の今後、新たな運用を詳しく見ていきますね。F-15 戦闘機の退役に伴って、F-22 戦闘機が配備されている状況にやはり、嘉手納基地周辺では、プロ市民が活動しています。沖縄県の方々には、頭が下がります。ありがとうございます。プロ市民は日本人ではないですからね。2022年12月1日の午後、アメリカ海兵隊に所属する1機の F-35 ライトニング2B 型が飛行中にトラブルを生じ、沖縄県の嘉手納基地に緊急での着陸を行ったが、さらに地上でも不具合に見舞われたと報じられた。県の F-35 ライトニング2B 型は、まず飛行中に電気系統に関するトラブルが発生し、このために嘉手納基地へと着陸を行ったが、地上で牽引される際にも前輪部分が正常に稼働せず、機首部の路面への接触を起こした模様だ。多くの日本のマスメディアでもこの事故の映像が報じられ、前方につんのめった姿勢の F-35 ライトニング2B 型の様子を確認できたが、中国と対峙する最前線なだけに、わずかな不具合も非常に気になる事態ではあった。幸いなことに、当該の F-35 ライトニング2B 型の搭乗者を含め、嘉手納基地側にも人的な被害は確認されておらず、機体の機械的なトラブルの発生のみで、大事には至らなかったと判断して良い事象のようである。このアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング2B 型は、山口県の岩国基地に駐機している第121海兵戦闘攻撃飛行隊に所属する機体であり、艦艇としては、アメリカ級強襲揚陸艦の2番艦、トリポリが艦載機にしているという。嘉手納基地のアメリカ軍の戦闘機といえば、今回の F-35 ライトニング2B 型の事故が発生したのと、同日の12月1日から、老朽化した F-15 イーグルをアメリカ本土に戻して退役させる計画が、ちょうど実施に移されている。この日、嘉手納基地所属の第18航空団所属の F-15 イーグルは、その退役の対象である14機が、早朝から空中給油機とともに離陸を行い、アメリカ本土のオレゴン州キングスレーフィールド基地へ向け、沖縄を後にした。これらの F-15 イーグルが担ってきた嘉手納基地の航空戦力の補充には、すでに F-22 ラプターが暫定的とはいえ配備されており、同機は1機で退役する F-15 イーグルの6機分に相当する能力を持つと喧伝されてきた。2022年に、この嘉手納基地から F-15 イーグルが外されるとの情報が出された当初は、アメリカ軍が沖縄から完全に退去するかのような恣意的な内容を好んで拡散する動きも確認された感もあったが、無論正確ではない。どうにも、こうした言説を流布する勢力というのは、自らが唱える反米の理念にプラスになると判断すれば、何の根拠もない事象にも、尾ひれをつけて拡散しようとする傾向が強く、日本はアメリカに見捨てられたとまで主張していた。したがって、今回の F-35 ライトニング 2B 型のトラブルも、こうした勢力からは、今後も様々な時節に都合のいい解釈が発せられることは想像に難くなく、また、同機の性能や資質を揶揄する言動が展開されていくのだろう。さて、こうした反米、親中のあからさまな政治的な意図をもって述べられる言説はともかくとして、嘉手納基地からの F-15 イーグルの退役の件については、アメリカやイギリスのマスメディアも、逆の立場から警鐘を鳴らしている。アメリカのウォール・ストリート・ジャーナル紙は、2022年12
11月2日付の社説において、嘉手納基地の F-15 イーグルを退役させるのであれば、恒常的に、その代替を担う新たな戦力を補充しないことは危険だと説いている。すでに、嘉手納基地の F-15 イーグルの大半は、配備から40年近くが経過した老朽化の激しい機体であることは認めつつ、こうした状況を招いたのは、同期の後継機となるはずだった F-22 ラプターの配備数が著しく削減されたためだと指摘している。F-22 ラプターは、世界で初のいわゆる第5世代戦闘機として、アメリカ空軍の主力戦闘機となるべく開発が行われた機体だが、当初は750機を調達する計画で進められたものが、わずか187機にまで削減されたことはよく知られている。こうした大幅な調達数の削減が F-22 ラプターに課せられた要因は、同機の開発が始められたのは、まだ旧ソ連との冷戦構造の最中だったが、1991年に旧ソ連の崩壊を迎え、実際に配備が始まったのは2005年になったためである。第二次世界大戦の終結以降、長らく続いた冷戦構造が終焉を迎えたことで、世界初の第5世代戦闘機である F-22 ラプターは、その高性能がむしろ敵となり、軍縮の世界的なムードの中で、そこまで強力な戦闘機は不要とする風潮に見舞われた。この F-22 ラプターと同様の風潮は、当時の別の分野、攻撃型原子力潜水艦のシーウルフ級や、ステルス戦略爆撃の B-2 スピリットなどでも顕著となり、前者は3隻、後者は21機と、大幅な調達数の削減が行われる事態となった。旧ソ連が自ら崩壊を迎えたことは、アメリカのみならず、ヨーロッパの NATO 加盟国にも、軍縮の大きなうねりをもたらし、それは、今年2022年に、ロシアが、ウクライナへの軍事侵攻の暴挙に出るまで継続されたと言ってよいだろう。しかし、こうした軍縮のムードは、確かに、当時のヨーロッパに限ってみれば当然だったかもしれないが、アジアにおいては、1990年代から、経済的基盤を背景に、著しく、軍事力も増強を続けた中国の台頭で、危うさは増加しつつあった。それでも、当時のアメリカをはじめとし、日本を含む西側諸国では、旧ソ連を引き継いで成立したロシアや中国に対する経済的な支援を通じ、これまでのような軍事的な対立に至らぬよう関係性を深める施策を取り続けた。今思えば、こうした西側諸国の政治的な判断が一応民主化を標榜したロシアや、経済的には市場経済を受け入れた形の中国を増長させる方向にしか作用せず、結果として、今日の軍事的な悪状況を招いた感は拭えない。イギリスのフィナンシャルタイムズ紙は、2022年10月27日付の記事で、今回の嘉手納基地からの F-15 イーグルの退役の開始、そして、恒久的な、その代替機の未配備の状況は、中国に誤った理解を与えかねないとの見方があると報じた。その反面、嘉手納基地の F-15 イーグルは、総数で48機と、在日アメリカ軍の航空戦力の、およそ半数を占める機体ではあるが、老朽化は激しく、中国の第4世代戦闘機である J-16 にすら、アビオニクス等の装備で劣る、可能性も指摘している。さらに、中国は、いわゆる第5世代戦闘機である J-20 も、これまで課題であった国産エンジンの生産に目途が立ち、その量産化に着手していると見られており、すでに200機前後を実戦配備しており、これも増加の一途であることは間違いない。これまでは、
経済的な国力の拡大に比例して、中国は兵器の数量も同様に増加させていると目されてきたが、ここに来て、量だけでなく質の面でも確実に強化してきており、日本としても冷戦時期以上の危機を迎えつつある。中国の軍事力の強化を台湾有事に結びつけて論じることは、ともすれば、日本の一部の勢力からすれば、勝手に危機意識を煽っているだけで、自衛隊の位置づけや装備を、それを口実に強化しようとする側の常套手段だと非難される。しかし、仮にも表向きには民主化されたはずのロシアが、今、まさにウクライナで行っている行為を名の当たりにすれば、ましてや選挙制度すらない中国が、いかなる行動に及ぶか否かは、最悪の事態を想定して備える必要しか感じられない。確かに、今の中国にとっても、リスクが大きすぎるであろう、台湾への武力侵攻は、言うほどすぐに正規する可能性は低く、むしろ政治的な手段で、併合を行う方が、確率は高いだろうが、いずれにせよ、非凡の防衛力の強化は必然だと思える。